速報ムンドデポルティボが報じる久保建英さんアジアカップ不参加の可能性。スペインメディアのムンドデポルティボが久保、レアルのアジアカップ欠場を懸念と見出しを打ってこう報じた。日本人はアジアカップに出場しないよう求めることもできるが、それを許可するのは簡単ではない。ジャーナリストのアンヘル・ロペス氏が次のようにコメント。竹久保はレアルの攻撃の基本的な柱である。彼もそれを知っている。したがって、彼はシーズンの最も決定的な局面の一つでチームを放棄しなければならないことを非常に心配している。リーグ戦カップ戦 CL のトーナメントという大事な試合が控えている。久保は日本代表と共にアジアカップで優勝できることに非常に献身的で興奮しているが、このような決定的な局面でレアルの資本を奪われないように、アジアカップには出場しないことを要請することも検討しているという。アジアカップという大きい大会に久保を招集しないという選択は容易ではない。そのほとんどに久保は出場することになる。また、ただ勝ち進めば2月10日の決勝戦まで続きられある復帰まで時間がかかってしまう。ただエマノルにとって朗報は、原則としてアジアカップに出場したとしても、久保は2024年の最初の試合、1月2日にアノエタで行われるレアル対アラベスの試合に出場できることだ。しかしその後日本代表のトレーニングに合流するため久保は1月13日か14日のビルバオダービーや2月3日か4日のジローナという極めて重要な試合を欠場しなければならないことになる可能性がある。と、報じている。アジアカップについては本人の希望が通るといいな。CL について言ってたことを考えると、決勝トーナメントに出たい気持ちが強いのでは、と想像。日本がアジアカップ決勝まで行く前提の話だけど、まあ正式な招集見送り要請までは厳しいとして、決勝戦の出場時間制限要請くらいはあるかもですね。アジア杯決勝が2月10日で、CL 決勝 B1 回戦が同14日か15日なので、決勝がスーパーサブ程度の出場時間なら中3日か4日でそんなに無茶なスケジュールにはならないので。本人の希望がどうかだよな。竹はサッカー小僧だから全部出たいとかなりそうな気がする。過密スケジュールに長距離移動加わると怪我のリスクが心配になる。最初はクラブに残ってほしいと思ったけどアジアカップで思い切りプレイしてほしいし優勝してほしい気もする。ユーロと同じ時期になればこんな問題がないのになんで1月にしたいだろう。